皆さんこんばんは、グロービスキャピタルパートナーズの方で、投資の方のパートナーさせていただいてます狩矢園です。今日はあの話あったんですけども、まず僕ここで宇賀さんにね謝んなきゃいけないなと、はい、いうことをですね今日のお話を聞いて本当に深く思ってます。狩矢園さん謝っていたの初めてかもしれません。本当に思います。ごめんなさい、はい、実は経緯が私たち、私梅田さん、それから新野さん、稲垣さんとお会いした経緯っていうのはリーマンショックがちょうど弾けて、そうですね、ちょうど言うと、はい、プロトタイプができるかできないかというタイミングの2008年の終わりから9年の初めぐらいでしたかね。そうですね。に、はい、まさに私たちのところに、とある方からのご紹介があって、資金調達もしくはそもそも調達に向けての 方針ということでアドバイスいただきたいというところで、いらっしゃった経緯がありました。で今日の話あったんですが、まずちょっと投資家として、どういう投資を僕たちは好んでかつ成功しているかというところのお話を簡単にさせていただきます。戦略としては3つ の、重要なポイントがあると思っています。1つはですね、マーケットが大きいこと、それから2点目はですね、レガシーが強くてユーザーの痛みが大きくあること、3つ目がですね、難易度が異常に高いイコール参入障壁がある、これ皆さんグロービスで学んでいただいた中でもしかしたらワークスアプリケーションズという会社のケースをですね、古いケースでしたけど読んでいただいたことがあったかもしれないんですが、ワークスご存知の方は日本で の ERP のトップシェアの会社ですが、極めて大きな日本 の IT 産業の中でほとんどが自宅でやっている中でパッケージプロダクトっていうのを多く出していきたいと、現場はもう極めてソフトウェアの産業ですね、自宅でお金もかかってプロセスも大きくて困っているという中でレガシーがマーケットを占めているという中にニーズ、顧客のニーズとそれから提供者側に大きな歪みがあるんですよね。なんですけど非常に難易度が高くて参入できないというところがですね、ここを突破するっていうケースっていうのはすごく実はひっくり返せると大きいんですけども、難易度が高いので能力的にも資源的にもやはり潤沢といいますか、しっかりと資源と人材資源、資金の資源、それからノウハウ、ネットワークを投入しないとやっぱりひっくり返せないんですよね。極めて、ね、難易度が高いというところが大好きです。で私最初にお会いした時にこの観点でいうとドンピシャだと思ってたんです。なんですけど投資をですね実は2009年のタイミングが1回お見送りしまして、それは難易度のところが難しいのは分かっていたので、コンセプトはいいんですけど、先ほど申しました点で言うと実装できるかどうか、エンジニアリングの観点ですね、それから販売できるかどうか、販売というのは大きな大企業さん向けなのでやっぱり余震の問題ですとか実績の問題とかですね、最初ですねゴロッと転がすところがとっても難しいっていうことをですね、実感しておりまして、コンセプトは極めて素晴らしい、情熱がある、ただしその3人の方に、そこをですね後で気づいたっていうところの通りだったと思うんですけども、実装の部分、それから販売の部分というところがですね、私は正直言うとその時はとても難易度が高すぎてこれは難しいんじゃないかっていうお話を、実はさせていただくとということがありました。私、率直にお話したんですけどどう思われました？ですね、あともう一つ市場もキャップが来てしまうんじゃないかっていうところもありましたよね、最初のお話の中 で。その時はですね、先ほど出てましたけど資金が3ヶ月で、ショートしてしまうかもしれないというところがあったので、もうとにかく我々の立場からすると背伸びをしまくるんですね。俺たちすげえぞと、もう投資しないと損しちゃうよぐらいの形で、お話しするんですね。でいろんな VC のキャピタリストの方々にお会いするんですけども、すごいねって言っていただける方が大半だったんですね。その中で唯一狩矢園さんはですね、いやちょっと厳しいんじゃないのみたいな反応をされたというところがですね、非常に私としては衝撃的で、背伸びしていろいろですね自分たちの実態以上のことをお話ししても全部見抜かれているんだなと、ちゃんと今僕たちの苦しんでること、自分たちが今一つ目の山を登ろうとしているというのを最初お話ししたかと思うんですけど、それもですね本当に市場小さなところだったんですね、そういうところも見抜かれていましたし、今実装ですごく苦しんでいると、で販売のところだってどうするんですかって言って何も考えてなかったんですよ。
もうそのまずできないことで販売できないので、まずできてから考えますということも言えないので、まあ、繕ったような答えを多分その時言ってたと思うんですけど、まあ、全部見抜かれていたというですね、まあ、そういう記憶が一番ありますね。ですので、まあ、えらい冷たいなというところが最初の印象ですね、はい。それから4年経って本当に2012年の年初にひょこっと戻ってきていただいたんですよ ね、 すね、はい。私正直調達を考えてるんですけどというところで、その時に、例えばしばらくユーザーベースどうなってるのかなって忘れてたな、なんかこう厳しい時代を、はい、2008年以降リーマンショックなんてすごい長くて、本当にこう僕の記憶の中では前そういう話をしたなっていうところから実はお話を聞いてくださいと来て正直驚いたんですね、はい。あの時はその厳しいことを言った中で、はい、なぜ戻ってきていただけたんでしょうか。いやもうそれはですね、やはりその1回目の時はですね、もう逆に我々が振られたような形だった、まあ、振られるどころかですね、まあ、無関心状態ですよね形でだったんですね。でその時は別の VC さんから投資をいただいてという形でスタートしていたんですけど、私としては次また成長を加速させると、次世界戦っていくっていう中で言ったら、もう純粋にまず何か困った時に一番すぐに相談行ける方、まあ、そういう方にしたいなというふうに思ってたんですね。ですので、そうなるともう全て見抜いていただく、もう我々のごまかしは通じないような方がいいじゃないかというふうに思っていて、まあ、その時カリアゾノさんが一番最初に、頭に浮かんでですね、すぐに私は Facebook まず経由でご連絡させていただいたと。そうしたらですね、また Facebook メール返してくれないんですね。もうとことん冷たいなというふうに思ってですね、わざわざ2回送ったんです。覚えていらっしゃらないかもしれないですけど海外か何かに行ってらっしゃって、はい、行って、海外に行ってらっしゃったということがあったんですけど、もうこうなったら先進してもらうまでもうとことん私行こうというふうに思って、まずは見てもらいたいと、今我々がどこのステージにあるかというところでコンタクトを取らせていただいたという状況ですね。で4年経って再会をさせていただきまして、はい、その時に本当に驚いたんですね。そのここまで来ているのかと、自分が本当にダウトしていた実装の部分、それから販売の部分で素晴らしいプロダクト、最初プロトだったので動いてなかったんですよね、はい、その時モックにほぼ近かった、うん、まあそうですね、少ししか動かない感じで、これを本気で使えるものにするのにどれだけのいわゆる工数かかるのかな、気が遠くなるような工数だな、うん、その時思いましたし、と販売で特にリーマンショックの後でドコモ緊縮の中で一番最初に切るのがですね、はい、情報系の部分の、うん、なんですよね。機関系切れないですよね、はい、システム的にも予算的にも。やっぱり情報系からどんどん先にコストカットになっていくので、はい、こんなアゲンストの中でこれはもう大変だと思ったんですけど、うん、4年経って社数でいくと200社300社近くまでなっていて、ね、はい、アプリケーションはもう触ってみたら一発で分かる素晴らしいものになっていたと。で、もうその実績に驚いてですね、その間に何があったのかなということを思ったんですが、もう最初お会いさせていただいた時にこれはもうやろうというふうに思いました。で、その後デューデリをする中で、やっぱりこう気づいたことがありまして、今日実は先ほど申しました戦略の面でいうと市場の大きさと、それからレガシーが河川していてそこに歪みがあってニーズが大きいと、それから難易度が高く参入職があると、こういうところはアタックしがいがあるという話をさせていただきましたけど、もう一つ、そういうところで実現化するためにですね、リーダーシップですとか組織論の中で重要だと思っているポイントが3つありまして、それがですね、1点目がですね、志の高さです。これは経営陣のですね、先ほどこれ梅田さんの言葉で言うとビジョンという言葉で語っていました、はい、で2つ目がですね、信念覚悟の部分なんですね。これバリューのところで実は関係してくると思ってまして、3つ目が成長実感という言葉を僕たち使ってるんですけども、これ仲間の観点なんですね。ちょっと一個一個話をさせてください、はい、まず志に関して言うと、人って自分が明確にイメージして目指したり、言語化できているところまでしか登っていけないんですよね。思ってないところまではやっぱりこう上がれないし、アクションを起こせないんです、うんうん、それがどこまで高く高みを持って、登っていこうとする意思とか明確な部分があるかということによって、おのずと実は会社の成長と天井って決まってくるんだなということを、これまで投資をしている会社を見ていて思いました。上場までいける会社、さらにそこから伸びる会社、でも途中で止まる会社、いろんなケース100社以上投資してきましたけど、まずこの志の高さがなければ、誰もそこに登ろうとすることさえもしない。
やはり高い志をですね掲げている、まずそこにありき、目標でありビジョンでありというところがの高みによって、その人はどこまでいくか、そのチームはどこまでいくかっていうのをおのずと規定されるというふうに思っています。ビジョンって確かに言葉で書くと、なんかこうなんて言うんでしょうね、薄っぺらいものになりがちなんですけども、ここにあるそのユーザーベースのビジョンと、それからミッションのシンクビヨンですよね、このあたりにどういう思いっていうのをこう込めてるんですか。はい、ですね、すみません、ちょっとここちょっとビジョンがですね、ミッションとちょっとビジョン違うので、しっかり載ってないんですけど、ビジョンは我々世界一の経済情報プラットフォームになるというところに、ありました、はい、なろうというところですね。まずここのビジョンのところに込めてる思いですか、込めてる思いはですね、やっぱりそれはもう創業の時からやっぱり変わらないんですよね、我々の場合は。その一番のやっぱり原点っていうのは、もう本当日々の仕事してる中で、なんでこんなに大変なんだと、なんでこんな日頃があるんだという、本当にもう単純な日常の世界を変えたいっていうところからまずスタートをしております。で、そこがですね、さらに世界っていうのは我々加わってるんですね。で、世界っていうのはなぜ加わったかっていうところはですね、やるからにはもう何か世の中に残したものを作りたいと、であれば何かアプリケーションではなくてインフラであろうと、でこの現代でいけばプラットフォームであろうということでまず考えていたんですが、それを世界共通のものを作りたいというふうに思った一番のきっかけを私は覚えてるんですけど、私が UBS で働いてた時に、海外の投資家をちょっと話す時があってですね、その当時、日本は沈むだけの国でしょうということをですね、本当に言われたことが一回あったんですよね。非常にその時に悔しい思いをしたというかですね、もう日本にもちゃんと世界へ通用するベンチャー出るんだぞと、その時私も辞めるって決めていましたので、見てろよというですね、ちょっとそういう心の中の、声もあったというようなところも一つ関係しているかなというふうに思います。ビジョンが何か綺麗なというよりも、何かこうなんていうんでしょうね、イメージだけのものではなくて、こう自分ごとであること、他人ごとで、ビジョンが自分ごとであることというふうな観点とか、あとそこにあるこの非合理なとこ部分とかに対する怒り、怒りってこう一つのエネルギーの源泉でもあるんです。怒りはその単純な怒りではなくって、何かあるべき姿に対するものに対して自分たち、それから世の中そうなっていけてない、いろんな非合理非常理に対する怒りっていうのは、これ一つのパワーになると思うんですよね。やはり自分ごとでそれをこう経営陣が体験した中に強烈に原体験で持っているっていうところは、多分共感をすごく呼ぶんじゃないかなというふうに思いますし、志の高さっていうのが本当に途中途中でどんどん成長って試されることっていうのがあり続けるんじゃないかなと思っています。そういう意味でも志の高さとそこに対する原体験がすごくこう自分ごとであって、仲間を呼んでる背景なんだなっていうのを思ったっていうのがありますね。あと2つ目、梅田さんの言葉で言うとバリューっていう言葉を使ったんですけど、投資をするときにもう1点見てるのが、トップの信念とか覚悟なんですね。やっぱりビジョンとか価値観言語化されたりはするんですけども、結構やっぱり社員の皆さんってトップのメンバー、経営メンバーが日々一挙一投足どうしてるかってすごく見てますよね。細かい言動とか言葉遣い、挨拶とか、いろんなことにそこの価値観というか信念覚悟っていうのが現れてくるなと思っていて、そこがもうどこまでビジョンバリューと徹底して自分が体現化しているかっていうことがすごく大事で、成長の中で試されることが何度もあるんだなっていうふうに思ってますね。なんかそこをすごく3人の覚悟とか、ということが、この覚悟が苦しい時代を作ってきたのかなと思ってたんですけども、なんか自分たちの中でそのバリュー自体を自分たちが実践するってことをすごくこだわってるじゃないですか、ここで何か気をつけてることとかあります？気をつけてることですか。やはりもうこれは我々にとっては憲法みたいなものですので、自分がですね、ここに背いた行動をしちゃいけないっていうですね、自分自身のディスプリンになりますよね。非常にディスプリンになるということですね。でただこの中でですね、一番難しいのが自由主義でいこうなんですね。これが何より難しくてですね、ただ単に自由だけが先行してしまうと、なんていうんですかね、怠けるじゃないですけど、フリーライドしてしまうじゃないですけども、一つ副作用の大きいものなんですね。自由主義でいこうっていうのは非常に責任感が あって、で責任を果たせると、結果を残せるという、その片方の翼があってですね、初めてこの自由主義でいこうっていうのは成り立つというところがありますので、常にこの自由主義でいこうっていうバランスを保つのはすごく
苦労はしていますね。はい、まあ、具体的にはですね、やはり、エンジニア、さっき最初稲垣の話じゃないんですけど、まあ、エンジニア、まあ、基本会社にいないんですね。うちの会社来るとですね、もう皆さん驚かれるんですけども、まあ、エンジニアって一番いいスペースを取ってるんですけど、一番いいスペース取ってるにもかかわらずいないっていうですね。で、朝いないですし、夕方になってもいないし、結局来ないじゃねえかみたいなまあそういう形なんですけど、もうそれは信じてるんですね。絶対彼らやっているだろうと、それは自由主義で行こうって言ってるんですけど、ただ、さすがに何にも連絡してこないぞとか、じゃあそれで自由じゃもうないよねっていう、このラインですよね。このラインを常々どこで引いて、僕たちから言うかどうかっていう、まあ、そのラインっていうのは日々悩ましいところではありますかね。はい、文化を壊してしまうことになるので、はい、やっぱりそれ担保しているものがリーダーとしてのその覚悟と信念を担保しているのって、最初にあった3人の時の2つのルールかなと思っていて、お互いにやっぱり思ったことをちゃんと、うん、全部ぶつける、うん、あとお互いまあ首にできるっていう覚悟は簡単ですけど、うん、そういうふうな、それぐらい覚悟を持ってお互いに向き合うっていうのって、はい、成長してはいけばいくほど、やっぱりそれぞれ の担当する所轄の部署のことからでいっぱいになって、うん、マネージャーというかトップのコミュニケーションってどん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 僕薄くなると思うんですよ、はい、そこで気をつけながら、かつお互いをチェックし合いながらっていうのはすごく大事だなと思ってて、うんうん、経営陣でコミュニケーションのことをここで気にしているところあります、はい、ワークスの時はね、今でもその経営陣3人必ずランチは一緒に取るっていう、毎日一緒にランチを取るって、そんな時間あるのかって思うんですけど、それぐらい気をつけてやってるんですよね、なんていうことをまあやってるのを見ていて、なんかすごく僕の中で掃除系だったので似てるなと思ったんですけど、それでいきますと、我々 LINE ですね、 LINE の3人のグループがありまして、そこで日常のくだらないことを3人で言い合ってるというそういうグループがあるんですね。その LINE っていうのはもしかすると一つコミュニケーションといいますか、まあ本当に関係ないくだらないことまで言い合ったりして、誰も返信してくれなかったりするんですけども、それでもお互いLINE で連絡し合ってるというのがあるんですけど、まあ、それは一つあるかもしれないですね、はい、あとは1週間に1回必ず3人が、まあ、今2位のがシンガポールに移っちゃってますので、まあ、スカイプも含めて会議をするという会議が必ずあるのも、一つあるかもしれないですね、はい、多分なんかこう3人 その会社の風通しの良さみたいなのをそう感じるんですけど、それってやっぱりその努力から生まれてるんじゃないかなっていうふうに本当に思うんですよね、はい、そうですね、やっぱりオープンコミュニケーション、だんだんですね、我々がそう思ってなくても意外とそのメンバー、入ってくるメンバーっていうのは、いやちょっと梅田さんにこれ言うのはさすがに言えないよっていうのはやっぱり出てくるんだなっていうのは最近すごく感じていまして、言わなかったら逆にめちゃくちゃ怒るという、まあ、それをですね徹底するっていうことがすごく重要だなと。これは我々の7つ目のルールの異能は才能っていう中の、これを成り立たせるためにオープンコミュニケーションを徹底するっていうことを書いているんですけども、ちゃんとその文化が壊れそうな前兆を見たら、そこは徹底的に厳しくするっていうことをですね、これ自由主義でいこうっていうところもちょっとつながるんですが、ちょうど昨日も会議があったんですね。で、全体会議があった中で5分だけ遅れてきたメンバーがいたんですね、その会議に。ですごく普段自由なんで全然来なくてもいいんですよ。ただ全体会議とかそういう時間絶対来なきゃいけないんですね。絶対遅れちゃいけないんですね。だから5分でも遅れてもそれは非常に厳しくする。それは自由な文化を壊すものだからという、まあ、ことを徹底するですとか、まあ、そういうところは絶対なんていうんですかね、ちょっとしただけは絶対しちゃいけないっていうことはありますね。そこから文化って本当に壊れていくものだなというふうに思っています。あと3点目、皆さん言ってたのは仲間なんですけど、これサイバーの藤田さんが言ってたんですけどね、社員というか、まあメンバーが各個人がその成長実感っていう、成長実感という言葉を使うんですけど、成長実感を持って仕事に打ち込めているうちはどこまででも成長できると。ただしそのやっぱり自分自身の成長を、特にこう社長も成長、社員もみんなで成長すると、これをうまく自覚をしながら、小さな達成だとか評価のフィードバックとか、お互いがお互いにやはりそういう成長実感を持っていく熱い組織をどうやって維持するかっていうのが、実は経営で一番大事なことなんじゃないかということをですねおっしゃってまして、それはさっき言った仲間が大事というのと、その仲間、いい仲間が集まって最高の自分たちのこう何ていうか、何ですかね、こうモチベーションと成長実感で働くっていうためにはすごく経営仕掛けが必要だと思うんですけど、そこをどういうふうに今考えて
やってますか。まず大前提としましては、これ多分サイバーさんとやられていることだとは思うんですけども、やっぱフィードバックがやっぱり全てなんですよ。我らの社内ではものすごく大切なイベントとしてですね、年に2回やっております。でこのフィードバックはですね、当然360度フィードバックになってますので、我々から見えないものをですね、みんなの声を集めて、その人のいいところを伸ばすべき、ところっていうところですと、課題だったりですとか、そういう情報を吸い上げています。でそのフィードバックはですね、全部この7つのルールにつながってるんですね。例えばその人がちゃんとユーザーの理想から始めると、作り手側の論理からに陥ったですね、プロダクト開発ではなくて、ユーザーの理想から始めたことをちゃんとやってたかとかですね、全てつながったフィードバックに、仕組みとしても、なってますので、まずそれを、フィードバックをめちゃくちゃ丁寧にやるというところが、何より大切なことかなというふうに思っています。で2つ目はですね、これはどういう仲間たちと一緒にやるかなんですけど、基本的にユーザーベースはですね、人が好きな人が集まっていると、とにかくすごく人に興味がある人たちですね。なので人が好きだと、もうネイチャーというかですね、もう本能的にその人に興味を持ちますし、人に心配をしますし、人その人のために何とかなりたいっていうふうにやっぱり思うんですよね。それはもう個性であるんですけど、我々は基本的にその人が好きなメンバーが集まっているというのが非常に大きなポイントとしてあるので、勝手にみんながみんなを気遣うというですね、そういう声を掛け合うというですね、そういう文化を作ることができているっていうのは、どういう人たちで仲間を作るかっていうポイントにつながっているんじゃないかなと思いますね。どういう人たちで仲間を作るか、さっきのバスに乗る話もありましたけど、やっぱりこう最初それをこうお互いにこう知り合う、確認し合う対応って難しいじゃないですか、その時に僕ユーザーベースの社員ってすごい優秀で、すごく熱くて、なんかこうイメージからすると情熱があって、で誠実にやって、で自由なんだけど真面目みたいなところがすごくみんな共通してるなと思うんですけど、どうやってその価値観みたいなものの共有できそうかっていうのをお話しながら、面接の時ですか、見てるんですか。これはですね、めちゃくちゃ難しいですね。私もまだ会がないですし、なんですか、そこで、やはり見切れなかったというかですね、これってお互いにとって不幸なんですよね。もう人によってはこんな暑苦しい会社嫌だよみたいなこんなメドレーして暑苦しい会社嫌だよっていう、そういう人にとってはある意味居心地の悪い会社になるので、本当に最初のマッチングっていうのは何より大切ですね。で、そこでできることっていうのは、とにかく時間をかけることっていうのはまずありますよね。いろんな人に会って時間をかけることっていうところがあるかなと思います。ただ私が必ず面接で、聞くようにしていることっていうのは、その人の喜怒哀楽の感情のポイントを徹底的に聞くっていうような形にしています。例えば最近感動したこと3つすぐに挙げてとかですね、小学校の時一番嬉しかったこと何とかですね、中学生の時に一番、悲しかったこと、で悔しかったこと何とかですね、そう小学校中学生の時の話から、とにかく感情に関わることっていうものを徹底的にお話しながら聞くっていうことをしているんですけど、これは非常にですね、結局は人間喜怒哀楽のですね、振れ幅で生きているようなところがありますんで、それが合うか合わないかというところが大きいところがあるので、一ついいポイントになっているかなというふうには思ってますね。何かキラークエスチョンとか。ただやはり、さっきお伝えしましたけど、最近感動したこと3つ挙げてとかですね、それを考えずに瞬間的に挙げてもらうっていうことがすごく重要なんですね。嬉しかった、最近嬉しかったこと4つ挙げてとかですね、そういう形で感情に関わることで考えずにすぐ出てくることっていうのをそのままお聞きしたいなというふうに思っていてですね。あとはですね、小学校の時の体験は私すごく大切かなと思ってですね、やはり人間の何ですかね、本能っていうのはやっぱりそんな変わってないんですよね。そんな変わっていなくてですね、私であれば小学校の時に野球やってたんですけども、チーム一丸となって試合に勝つと、で勝っても泣いて負けても泣いてっていうですね、あれがもう何よりも生きてる感覚になりましたし、あれが人生の絶頂だったんですよね。幸せだなと思ってですね、その後野球やめてしまって本当に何も熱中できないような人生を送ってた中で、ユーザーベースに出会って初めて小学校の時のあの感動をまた人生の中で体験できるということを思って、やっぱり人間変わってないんだなと、自分が幸せだと思うポイントそんな変わらないんだなっていうことをその時実感をしましたので、その小学校の時に何に熱中してたかとかですね、どういう時に楽しいと思ったか悲しいと思ったかっていう話を聞くようにしてますね。
なんかそんな仲間が、本当に素晴らしい仲間がね、今何になったっけ、80、そうです、80、ね、はい、ぐらいになってるんですけど、これまでの80人とか、多分これからの80人とか、あと世界に今ローカルでね、はい、シンガポールでもね、そうですね、あの採用したりとか、はい、どんな、はい、あの人材とか、あのどういう人にもこれからも入ってきてほしいかっていうところ、はい、ちょっとこうあの思ってるかっていうのをね、言語化してもらっていいですかね。そうですね、まずあの我々に持ってないものをあの持ってる人たちで、我々エッジっていう言い方をしてるんですけども、あのその方が入っていただいたことによって何が変わるかっていうのをイメージできることっていうのはすごく大切にしてあのいますので、まあ、そこはまず一つ大きなポイントになります。例えば我々の会社っていうのはどちらかというと左脳人間が多いですね。コンサル出身だったり投資銀行出身が今多いんですけども、もう少し右脳な芸術的な、なんでそんな発想しちゃうのっていうような、そういうメンバーが弱くてですね、そういうメンバーがもっと今必要だったりします。まあ、そういうような意味で今うちに足らないものを持っている方っていうのはまず大前提としてありますね。で、2つ目はやっぱりこの7つのルールと、あと我々のビジョンにまあ、そこに対して非常に共感していただけるかどうか、それがないとやっぱりどうしても不幸になってしまうので、まあ、それが2つ目ですね。あとは今のスピーダーとニュースピックスっていう具体的なプロダクトがありますんで、あのこれをまあちょっと言い方はまた厚苦しくなって申し訳ないんですけど、愛せるかっていう、これはやっぱり非常に大切なところがありまして、やっぱり愛せないものに一生懸命なれないんですよね、あのというのがありますので、まあこの3つがあの大きなポイントですね。でこれ今我々シンガポールでも、もう当然日本語もしゃべれない、英語しかしゃべれないメンバーが入ってきてますけど、ここだけは共通してあのグローバルの統一基準としてやっていきたいと思っております。はい、じゃあ最後の対談というか質問になるんですけど、はい、3年後、はい、どんな姿、うん、はい、それは規模ももちろんありますし、はい、うん、お客様への その提供しているバリュー、はい、それから社員の方々をこう醸し出している文化とか広がり感、はい、どういうものを3年後に意識していますか。はいはい、分かりました。3年後というと2016年ってことですね。あ、もうその時にはですね、まあ、少なくともここにいらっしゃるもう皆さんはですね、朝起きたらニュースピックスを見て、もう経済ニュースはもう全部ニュースピックスで、もう完結をしているという状態ですね。で、仕事を始めようと思った時にはスピーダーを開いて、そこで情報を取って仕事をして、もう夜7時ぐらいにはもうすぐ帰るというようなですね、まあ、そんな生活を実現皆さんできてたらなと思います。で、これがですね、まあ、日本だけではなくて、もう3年後であればもうニューヨークもロンドンもですね、スピーダーというもうインフラとニュースピックスというですね、経済ニュースメディアと、この2つを知らない人はいないぐらいの状態にはもう3年もあればですね、それは持っていきたいというふうには思ってますね。で、社員はですね、今、我々の会社の 18% 外国人の社員になっております。 20% 弱ぐらいですね。で、3年後に行きますと、もう外国人社員の方が確実に多いような形にしていきたいというのは社内の体制としてはあるかなと思います。多様性どれぐらい広げたいですか。まあ、あまりですね、意識してないんですよね。多様性を広げることを目的として、じゃあ外国人の人をマネジメントに入れようとかですね、女性の方をマネジメント入れようって、それはやっぱり目的ではなくて、もうフェアにとにかくするっていうことだけかなというふうに思ってます。もうフェアにした結果、結果的に多様性が多い会社になったというふうに思っているという形ですね。ただやはりグローバル戦っていくには、やっぱりローカルのメンバーの力がやっぱり最大限それがパワーになるっていうのは我々今すごく実感していまして、我々の日本人がシンガポールに行って香港に行ってやろうとしたとしてもですね、そういう人のポテンシャルの半分ぐらいしか出ないんですね。これは本当に今2位のなりに岩沢が言ってて非常に実感しているところであります。まあ、日本に置き換えてみていただければ分かるかなというふうに思うんですよね。ですので、できる限り現地の方々がハッピーに最大限力を発揮できるような会社にしていきたい、まあ、そういう意味で、会社のまずメンバーの人数というところでは外国人の多いような会社にしていきたいというふうには思っています。まあ、僕たちもそうなんですけど、とってもこの会社不安が多くて、本当にあれですよね、はい、不安に支えられて、はい、そしていろんな、ね、方々が、うん、なんでしょうね、個人の手弁当で本当にやってきてくれた、そんな会社で、それでここまで、資本はですね、すごい過小資本なんです、うん、こんな過小資本でここまで来たってすごいなと、まあ、よく言われるその何て言うんですか、スウェットエクイティみたいな、本当に汗と情熱でが 90% で、そこに 10% の
多少のね添加剤のお金が入ってここまで来た会社だなと思ってまして、この会社本当にどこまでこの汗と情熱とビジョンとバリューと仲間でいけるのかなと本当楽しみで、僕も何章ですかね、自分でこうやって取締役に入らせていただく会社ってちょうど20社目ぐらいになるのかな、なんですけど、こんなにワクワクしててかつ自分の期待を裏切って超えていってる会社って本当に数少ないと思ってまして、ぜひ逆に言うともずっとずっと裏切り続けてずっとずっと価値をですね最大限追求していってもらえるとすごいなと思いますし、今日皆さんにこうやってお話しさせていただく機会というのはそういう中で皆さん本当にユーザーとしてもそうですし、何か何らかの形で一緒にこういうのに共感していただけたらね、ご一緒していく機会がねあったらなと思いまして、この場を持たせていただいたので、はい、遅い時間、はい、ありがとうございます。本当はですね、先ほど申し上げましたけどニーノというですね、本当イケメンで背も高くてですね、言葉の重みのある相方がいるんですけども、今私がこういう形でお話しさせていただいてます。話とかはですね非常に私苦手な方なんですけども、思いをですねお伝えすることしかちょっと私にはできないかなというふうには思っている形ではあります。で我々の会社ですねご説明させていただいた通り日本で初で本当に世界で通用するというところですね、ここに何よりもフォーカスをしていきたいなと思っています。でなかなか日本って、これまでですね、日本では爆発的に増えたけども世界のインフラになった会社ってなかなかないかと思うんですよね。 Facebook しかり Google しかり、ブルームバーグしかりトムソンロイターしかりですね、全部欧米の企業がなっているという中で、我々がまずそこの一番最初の、会社に、なるというところを掲げておりますので、そのためにも世界一ですね優秀な仲間が集まる会社にしたいなと思ってますので、すいませんくどくて申し訳ないですけどご興味ある方いましたらぜひご連絡いただけたらなと思います。はい、本日はどうもありがとうございました。はい、